始まりました。勝又かチャンネル。本日のゲストは怖い話といえばこの方吉井正雄君です。どうも、えー。吉井正の怪談を浴びる会、代表の吉井正雄です。よろしくお願いします。<laughs> いいですね。あれ人気があってね。<laughs> ありがとうございます。世の中の人は、い怖い話を欲しせんだね。やっぱテレビでやってないから、ユーチューブに流れるっていう感じなんですかね。今回怪談話ということで、はい、僕は怖い話は嫌いだしないんで。<laughs> <laughs> 僕が一世風秘にいる時のお世話になった振付師の川崎悦子先生、はい、その方から吉井くんの YouTube チャンネル出たいっていう自家 <laughs> に来てじゃあ話があるならやりましょうということで<え>今回は川崎先生に来ていただきましたすみませんありがとうございます立ち上してごめんなさい乗り込んで 見てるんでしょ全部見てます。え、じゃあ、怪談<部>浴びる会の怖い話はほぼ知ってる状態。ですか、はい、知ってます。ますで,でも、自分の話もいっぱい聞いてほしいんだって。<あ>っていうかね、うん、なんか見たときに、はい、私もなんか、あの、なんていう、怪談話っていうのが好きなんじゃなくて。はい、その、こういう体験をしちゃったんだけど、これって、どうなの、勘違いみたいな。 お願いしますえっと、ね、これまだ私が20代の時なんですけど、まあ、ちょっと言えないけど有名な女の人ミュージシャンそれの、えっと、バックバンドの演奏をしてた人と私もう一人もミュージシャンだったからこう4人でこう向かい合って喋ってたんですよお酒飲んでねでそのミュージシャンがちょっと実は僕はそういうの見えると。でただ帰りにに私に なんかすごく1個気になることがあるんだけど、うん、電話していいかなって言,って言われたの。っと待って言これナンパじゃねって、うん、思って、うん、だけどちょっとまあ気になるんで電話番号教えて当時携帯とかないから。はい、で家帰って電話かかってきたんですよ。でみんながいる前だと言えないかったんだけど、ね、子供を下ろしてないって言われて、うん、えっつて言っておろしてないけど。いや水子ついや水つてるで 嘘嘘ついいいてててる、うん、だってろしてななじゃないよ「そうかじゃあさお母さんとかおろしてないかな?」って言われて「いや聞いたことない」「一応聞いてみて」うん、結構強力なのがついてるよ」って言って、うん、で電話したんですよ実家に。で「あのお母さんおろしてない?」って言ってまあ昔の人だからちょっと口ごもって」いや実はあなたと 弟の間にできた子で経済的にちょっと養えないから下ろしてると。来たそのって協力って言ってて言ましたもんね、うん、ですぐ電話切って電話して「いや実は母親下ろしてた」って、うん「やっぱそうなんだね」って,って「じゃどうしたらいいの?」って,って台所にお水をお供えして、うん、あの毎日手を合わせてください」と、うん「ちゃんと帰れますように」って、うん。 そそうすると、まあその念みたいなのが弱くなると思うって言われて「うん、で分かったやってみる」うん、でもう一つちょっともしカエル、うん、道端にカエルがいたら、うん、そこで合掌手を合わせて、うん、って言われたんですよでだってこの都会にカエルとかいなくないって言ったんだけどいやそれに乗って帰るって言われてるんだよどて、うん、言われて、うん、で分かった<ー>そうしたら次の日のお昼にピンポンってな,なって「って、うん、はい」って言ったら。 「ん水国すって聞いたことある?」って聞いたこない」ってって「えどうしようどうしよう」ってで「セールスかな宗教のセールスかな」ってでもう一回「はい」って言ったら「水国屋に参りました」うん、って言ってで普段普段なら絶対開けないもう気持ち悪いからうん、うん、でももしかしてこれつながってるのかな、うん、と思ってでもそろそろドア開けて「はい」って言ったら。 あのここに名前を書いて手を合わせてくださいとそれであの無事に帰っていけるようにしてほしいとでまあ書いてとりあえずも怖いから書いて合掌してそしてその宗教のこうここにお寺でなんかいろいろあのありますからよかったら来てくださいとでお金はって言ったらお伏せいらないとで何だったの今の何だったってでまたすぐ電話して。 今実はこういう人が来たと「なるほどね」って言って「それ多分君の弟だと思うよ」は<ー>多分挨拶に来たんじゃないないるほどでへえー、っ!」て言ってでまた1週間ぐらいですよ撮影所行って「でトイレ行ってくれね」っつってトイレ行って夜を足して立ち上がってここにカエルがいたんですよ。おううん もうすぐ手合わせでこれちょっと私の記憶がもう変わっちゃってるのかもしれないんだけど、うん、カエルがね白かったんですよ白いカエル。よく神の使いはね<う>白いって、うん。それでもう手を合わせてこれでじゃあもう無事にじょ成仏できたんじゃないみたいな話がありました。うん、うわ素晴らしい。なんんかよくね、水子さんの例って、うん 足引っ張るとかよく言うじゃないですか、うん、でも僕に来る話は足引っ張るっていうよりも気づいてもらいたいっていうのが多いらしくて、うん、だから仕事的にうまいこと言ってたりプライベートうまいこと言ってたりする方が僕は多いんでだからもう本当にじゃあ弟が挨拶に来たんだなって思ってますけどな。うん 水子っていうわけじゃないんですけど本当に今最近来た投稿会談とかで本当に不思議な体験されてる方が多くて私の一番怖かった体験は異世界に迷い込んで死に神を見た話がありますって言うんですよ。 で中学校3年生の時に、えー、高校受験のために夏期講習塾の夏期講習に通ってたらしいんですよ。うん、昼の12時ぐらいから、えー、自習室に行って塾でずっと勉強するそれを毎日毎日続けてたんですけどもある日3時間ぐらい勉強してたんですね、うん、まあ言うたら昼の3時ぐらいですかね。そのの時に女の子なんですけど、うん 自分の体が自分が制御できなくなってるってふと思ったらしいんですよ。勉強をパパやめてそのままパッと立ち上がるんですってで隣の机で自習してる友達が「どうしたん?」って言うんですよ。うん、どうしたんって聞こえてるんですけどとりあえず「塾の自習室をガチャって出るんでですよでえあいつ何どっか行ったんな,なんでどっか行ったん?」っていう視線も感じる。 ででも無視してててパッと自分は歩い,ていくんですって全く反応しないんですって自分が聞こえてるのは分かるとで塾をガチャって出ていく出て行ってどこかに引っ張られてる感じで一心不乱に歩いててくんですって意識はあるようでないとああんなとこセブンイレブンできてんやとかあこんなとこでっかいマンション建ってんねやと思うでも 何にも考えずに何にも持たず夏の炎天下ずっと一心不乱に歩いてるんです、うん、関西の方面の地域なんですけども、うん、有名な数百メートルに及ぶ坂道があるんです、うん、でもちろんまあ賑やかな場所なんで幹線道路に車ざんザ,ザンザン通ってていろんな人通りもあるような坂道なんですけどその坂道を歩いてる途中に。 世の中の明かり照明っていうのがワントーンガンって下がった感じがしたんですって、うん、ちょっと薄暗くなったなでもまあ広か次の瞬間に変なこと起こってることに気付くんですよ、うん、幹線道路二車線二車線のでっかい道路一台も車が通ってない人通りがめっちゃ激しかったのに一っこ一人おらんから、うん、え 音も何も聞こえへん。これ異世界を迷い込んだんちゃうって思ったらしいんですよ。思った瞬間に、金縛りにバチンって音うんですよ。立った状態で。うん、人生で初めてどういうことって思ってたら、10メーター先ぐらいに電柱が立ってるんですよ。その電柱に目線ぐーッと奪われるんですよ。これなんで私電柱見てんねんやろうと思ったら、電柱の影から3メーターぐらいある人型の影がグーインって出てくるんですって。うん、で、何と思っ目が真っ白。 とりあえず人っぽいけどそいつが徐々に近づいてきてその投稿者の女性にこうやって手を差し伸べるんですよ白い長い手この間まだ 10m ぐらいの距離あるんですよそのでっかい影がこうやるんですよこうやっておいいいでおいで,おいで,おいで それがむちゃくちゃゃくく怖なって逃逃げげ出出ししたいんですよ逃げ出して捕まえられたら私は命がなくなるっていう感覚になるんですよ逃げ出したいなと思ったら金縛りがパチンと溶けて坂を転がり落ちるようにバーッと走っていくんですよ走って走って走って逃げてるんですけどパッて振り向いたら老若男女のの大量の影が待てーつっててっ追いこれに捕まったら絶対あかんと思って15歳の少女が走るんですよねずーっと走る。 心臓破裂そうになってある住宅街でバターン倒れ込むんですよ倒れ込んだ先がマンションがあってでっかい駐車場があってそこに花壇があるその花壇の縁石にもうすがるような気持ちでこうやって腰をかけるんですよはあ誰も追いかけてきてない助かったと思ったら次座ってる状態で悲しまり合うんですって<ー>バチンっつってで次の瞬間に上から力のある人間が こっちに首をぎぎぎぎって向けられてるように首が動いちゃうと動いた瞬間に二階建ての家があるんです、うん、その家の二階から黒い猫がその投稿者の方をじーっと見てるんですってなんで猫が見てんねんやろで何この金縛りと思ってたら気づくんですよあれこの黒い猫私飼ってる猫や、うん、飼い猫がいるなんでなんでなんでと思ってたら次 せわしないんですけど左側からでっかい鈴の音が聞こえる、うん、シャン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 って、うん、何々何何もう猫おるし黒いやつに追いかけられたし、うん、この状況何やねんと思ったら悲しわりバチンと溶ける恐る恐る鈴の音の方を見ていったら尺状って呼ばれる神主さんとかが持ってる木にいっぱい鈴がついてお祓いとかに使うあの尺状を背負った腰の曲がったおばあさんがマンションの外階段をこうやって降りていってる、うん それを見た瞬間に、なぜか、ああ、助かったと思ったんですって。で、正気に戻るんですよ。うん、あれと思ったら。火落ちて、真っ暗なんですよ。<う>やばいやばいやばい。めっちゃ時間経ってた。ちょっと塾に帰ろうと思って。小走りで歩く。うん、いや、でも、おかしいぞと。あっこから坂まで歩いて、うん、そっから走って4、四五十分やぞ体幹、体感、うん。でも、これ火暮れてるな。行きの時に見た、あんなとこセブンイレブンできてるんや。はセブンイレブンあるよな。うん えと思ってセブンイレブンの窓越しに見た店内の時計が<う>78時間外おるでってなって塾の方に着いたら塾の前にはパトカー数台お,<う>お母さんとお父さんが先生に怒号でせその先生の周りを友達が囲っててその友達が「帰ってきた帰ってきた」帰っつってバーって抱き寄せられて普通やったら怒られるじゃないですか、うん、でもその投稿者の方顔がもう正気が抜けちゃってるから怒らない。 次の日にその投稿者の方は「もうお化け見える」って幻覚幻聴やから頭がちょっとおかしくなったんちゃうかっつってお母さんに「ごめん」と「精神的な病かもしれんから心療内科とか脳,脳外科とか全部受けさせてくれ」とで大学病院3つ行くことになってお母さんは「何でか聞かんかったからもう全部言う」つって「昨日こう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 いうことがあった」っつって。 そ大変すぎるからまあ病院行ってそれでも解決せえへんかったらお父さんの友達に霊媒師がいるから霊媒師のとこ行こうっつって結果病院では何も認められなかったとそうだね何もないと、うん、じゃあ霊媒師さんのとこ行こうっつって霊媒師さんのとこ行く行ったら「あなたすごい霊感強いですね」と。でおそらくおばあさんと猫、ねえーね、ちゃんに、えー、今までのあなたの守護霊が乗り移っ <で><ー>助けてくれたんじゃないかっていう話を聞いてからむちゃくちゃ心霊体験が山ほど出てきたと「うん、ボーゴボゴ」っつってでも18をピークで二十歳にしんどいことがあったんですけどそこに下り坂で霊感が全くなくなっていったと、うん、あこうやって大人になったらお化けとかミンクなんねんなとか思ってる矢先に。 自分の変な行動に気づくんですよスマホとかバーッ触ってるじゃないですか、うん、自分の声であれなんんか今私言っっててたぞって気づくんですよそれが「うさまらんだら」とかなんか変な呪文みたいな言葉でそれを3パターンぐらい言うと、うん、長い言葉完璧にかまずに言えるんですよ。でこれ何かなと思ってスマホとかで調べていったら「神言って言われてる、はい、神様の言葉を自分が言ってたとこれ何 思ってたと、うん、でもまあお化け系のなんか体験がなくなってきたからああもう大丈夫だと私はこういう体験せえへんねんなって思ってた矢さにですそこまで仲良くない友達から電話かかってきて、うん、男友達からいや実はな変なこと言うねんけど最近肝試し行ったと肝試し行って肩が重いなってなったから、うん、霊媒師さんと相談しに行ってお祓いしたと。で時間が余ってなんか喋ってたと。 なんか他に気になることないですか?」ってしつこくしつこく聞かれたから彼女友達うん親全部写真出して「なんか知らんけどお前の写真も出したんよ」って出した時に顔色変わって「この人自分で命絶とうとしてるんですぐ連れてきてくれる」もうお金いらないんですぐお払いしに来てください」って言われたとでその方は精神的に辛いことがあったから心当たりがあると行ったんですよ。行った時におじさんなんなですけど霊媒師の 登校者さんはその方を見た瞬間涙が止まらないんですああで「あなた神様に好かれてますね」って言われるんですよ。もちろん真言のこと言ってないですよ。あなたはおそらく霊媒師になりますとああそうなった時にあなたの命を奪う悪霊がいますとそうですね数年前に多分あなた強い悪霊に、うん、多数の使いを 使って命狙実はあったんです」っつって。で今後あなたはこういうことがたまに起こるんですそれはどういう時かっつったら精神的につらい時気持ちが落ち込んでてしんどいなーって思う時に命を絶とうとするか悪霊に狙われるんです。狙われるんだでなぜかって言ったらあなたがもう将来的に霊師になること分かられてるから。 今のうちに目をつんどかんと自分が払われるからなんですよだから気が向いた時に「あなたは霊媒師の勉強をうちじゃなくてもいい他の宗教でもいい何でもいいから救える人もいるし自分のことも救えるから霊媒師修行そういう道に行った方がいいんじゃないですか」と言われて「私は今霊媒師の修行してる最中です」っつってへ<ー>だから霊媒師になる方ってそういう不思議な体験があるんやなっていう、うん、点,と点がつながるんだ、ね、線はい。 私ちょっとあの今今さすごいびっくりしたあの同じような話があってちょっとさ今思い出しちゃったんですけど、ね、あそういえばってなるんでね、うん、あの私ねあの3つの怖い体験した話人に聞いた話っていうのを3本全部話すと不思議なことが起こっちゃうんですよ。 全員に。えー、であのその一つが私が異次元にっった話なんです。さきこれねそう本当に不思議なんですけどそのあるミュージシャンのコンサートのリハーサルであれ浦安かな浦安のなんか劇場を借りてまあ本番と同じくやるっていうのに行ったんですよステージングに行って。 でその時にアシスタントを連れてって私は運転も当時できないし車も持ってなくてで彼女のお父さんに車を借りたんですよで一緒に行きましたで終わって帰る時でちょっとお店で買い物して待っててもらってじゃあ帰ろうって言って車乗ってで高速の入り口が分かんなくなっちゃったんですよね、うん、で来る時何でもなかったのに、ま、迷ったねとか言って、はい で探して「あありました」っつって乗りました高速にで乗ってしばらく普通に「今日のコンサートさ何とかでさ」とか言ってたら「グン!」って揺れたんですよ、うん、で「え今の何?」って「地震じゃない?」って「あ地震かもしれない」で相当大きかったん、ね、でその揺れが、うん、で「ちょっとラジオで聞こうか地震速報あるかも」ってでこうやって私がラジオをつけて何をしても全然止まらない、はいうん ねちょっと止まんないよこれって言ったら運転してるこのなんかスピードが変わったんですよ喋るスピードがああそうですかってなったんですよなんだろうと思ってねこれさこのまま危なくないもしまた地震来たら高速乗ってんの怖いからとにかく降りようって言って高速降りたんですよ塩入りっていうところに降りたんですよ埋め立て地ですよねまあ、当時ね塩入りもうちょっとで東京って言ったんです降りましたで 入り口が分かんないからない探してた探しても探しても分かんないからじゃあ,あのタクシーの運転手さんとかに聞いたらいいんじゃないって言ってで歩道のこの1車線目、うん、そこに車を止めでここに信号があってそしたら信号待ちででタクシーがこの2車線目に止まったんですようん、うん、ちょっと聞いてきますってアシスタントが言ってその1車線と2車線の間のここのところから窓叩いて運転手さんに「うん あの高速の入り口って聞いてるんですよ、うん、でこうやって私はなんとなくこう待ってて、うん、でこうやって景色を見たらもう薄暗いんですけど、うん、もう夜ただおじいさんが犬を散歩させてるんですよねだから犬散歩させてると思って見てたらそのおじいさんがずっと止まってずっと私を見てるんですよ、うん、うーんなんか気持ち悪いなと思って、うんうん、で彼女の方を見たら でこうやってなんか話してるすごい風が吹いてて、うん、でも怖くなっちゃって窓開けて「ねもういいんじゃない分かんなかったら自分たちで探そう」って言ったら、うん、ってやってるんですよ。うん、で待ってやっと戻ってきたでタクシーは信号変カーで行きました何、うん、で戻ってこないったら「いやもういいです」って言うと「俺の親切が」 受け取らないのかみたいな感じで<ー>ものすごく怖かった足止めされたんですね、うん、それでちょっと戻れなかった「うん、そうなんだ」じゃあもうとにかくさなんかく気持ち悪いから早く帰ろうって言ってる間にタクシーがまた来て、うん、ここ信号ですよね、うん、でタクシー行ったから普通信号待ちだったらここに止まるじゃないですか。うん、私たたちの隣に止まったんでガ、うん、ンって音がして後ろのドアが開いて私たちの車に。 ドアがバンって当たったんです、うん、であっって言ってけられたでタクシーのうんちゃんが降りてきてってやって見てるんですよ傷をで彼女は行こうとしてるから行きましょうって言って、ね「ちょっとお父さんの車だよ」って言った方がいいよって言ってで窓開けて「すいません」って言ったら「このさ酔っ払いが勝手にさ開けちゃったんだよドア」っつって「やべえな傷ついちゃって」ってでで電話番号教えてよ」ってその彼女に言ってるんですよ、うんうん でその時に私はもうすでにここは多分とてもつもなくおかしいことにな,なってるかもって、うん、そのものすごい怖くなったんですよ。うん、で運転してる子もなんか焦ってる「うん、もういいね」って言って「うん、もういいです」って言って2人でブンって走らせて、うん、もう自分たちで探そうってやっと見つけたんですよ入り口を。あ、うん、ったって今だったら車並んでないから、うん、もし逆方向だったらまだ戻れるよって言って。うんうん 入ったんですよで当時まだ ETC だけ、うん、あれがなかったから、うん、おじさんが2人行って料金じゃ,、ねうん、金じゃで「すいませんあのえっと芝浦芝浦,浦へ行きたいんですけど、ね、こっちで会ってます?」って言ったら、うん、そのおじいさんが「芝浦?」って言ったんですよ。だって隣ですよ東京の浦って言った時にゾーてして分からんわけないですもんね。うん、それで 隣にもう一人おじさんがいて「芝浦だってさ」って言ったんですよでもう東京に帰りたいんですけど「うん、東京こっちですか?」って言ったら「うん、あ東京逆だね」って言われたんですよ、うん、で「じゃあ」と思ったらトラックが来て私たちはもう戻れなくなって、うんまあ、とにかく乗ろうつって言って乗ってで私もう彼女ももうほ,ほぼ泣いてる、うん、でこれさやばいかもしれないよねこれまた 降りるじゃん降降りりたらさっきの口じゃで、ええ私たち帰れない気しない?」って言ったら「彼女もそう思います」ってこれさ振り出し戻ろう一からやり直そう」って言ってそのコンサートのリハーサルした会場まで戻ってもう一回やり直したんですよ。で乗りました。これとにかくさ芝浦っていうのを見つけたら降りればいいんだからそこだけ集中しようって言ってずっと走ってたんですよ。 で「見えたんですよ芝浦が、うん、見えたね」って言ったらブーンって言ってあのクラクションの音がして<お>普通に車がブワーって走り出,す動き出したもん<ー>それで私たちは泣きながら東京帰ってきて「でごめんね」って「お父さんの車傷つけちゃって怒られちゃうかもしんないごめんね」って「謝っといて」って言ってで後日彼女に会って「お父さんどうだった?」ってっそれが」 傷がないんですや、ねえー、面白い話でだからいやその一人だったらね私勘違いしてるなって思うんだけど全く霊感のない子なんですよ、うん、その子です傷が一緒に見てタクシーの運転手様降りてきてその傷で話し合ってるのに傷ないとかあります,かすごい不思議な迷い込んで出れないってこともあるんだ 話は聞きますね。そういう説もありますしね。だから、あの判断は間違ってなかったねって、一からやり直そうって言って。そこで強引に何か言ってたら、一生出れなかったかもしれないっていう。老人と犬と同じになってるのかもしれない。そう。面白い話。でした。ちょっと、だから、うちのチャンネルでも。そうですね。ぜひ、ちょっと話。したありがとうございます。すみません。今回、どうも、お疲れ様でした。ありがとうございまし以上、勝俣かっチャンネルでした。 にやすな。